ご指名いただきました青森県りんご協会青年部部長の木村と申します。お手持ちの資料、教室を開いた裏側の方をご覧ください。それでは読み上げます。大会決議案、我々全国りんご生産者は安心安全で消費者の嗜好変化にも対応すべく、計画的なりんご園地の若返りなど品種構成の見直しや栽培技術の検査に取り組み、日本的品質の果実生産に努め、国民の健康維持増進に取り組んでいるところである。しかしながら近年の我が国りんご産業を取り巻く環境は、生産者の高齢化と後継者不足による生産構造の脆弱化、度重なる大規模な気象災害による生産力の低下により、南半球からの輸入りんごの増加など我々の経営や生産活動に大きな影響を与える課題が山積している。さらには今後の動向が気になる消費税増税や TPP も含んだこれらの状況は、りんご生産者の自浄努力の範囲を超え、このままでは生産意欲の減退や先人から培われてきたりんご生産基盤が大きく損なわれてしまうことが懸念される。